おはよう前橋から。皆さんおはようございます。12月23日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます。磯日彩香です。幽体離脱ザタッチです。サトシです。おはようございます。なんでタッチさんなんですか。2人ともコロナになっちゃったみたいね。え、そうタッチさんですか。どっちかっていうと風間さんの方をフィーチャーするかと思いきや、ね、いや風間さんかっこよすぎますから、いいんですよ、私タッチで。はい、ザ・タッチの2人もねえ、ほんと大変みたいですけどね。まあ今芸能界がかなりなってますね。なってますね。ねえ、ほんとにね、こう皆さん気を引き締めていただきたいなと思いますけどね。いつ自分がなるかわからないですからね。はい、お互い気をつけていきましょう。さあ、そして今日はイブイブイブですね。イブイブイブ、イブイブイブ、3日前だけどね。イブイ、あ、2日前か。イブイブか。イブイブですね、今日はね。今日はイブイブですね。そろそろお仕事を、田中屋は忙しく。ちょっとね、疲れが溜まってきて。いや、でもまだ、まだです。まだ平気ですか。26ぐらいからですね。はい。モッチーを。モッチーを。モチダーさんをモッチモッチしてますよ。やんな、頑張れーつって ELT みたいな感じでね。やる気あんのかいみたいな感じでやらないと、ちょっと。たまに歌いながら。ちょっとね、やらないとちょっと。ねえ、お忙しくね、これからなってくるということなので。来週俺出れないんですよ。そうなんですよ。今日最後なんですよ。今年ね、さとしさん最後なんですよね。そうなんですよ。うん。来週誰が出るんでしょうか。来週は。今後期待。はい。誰かね、誰なんだろう。もう決まってますね。全然知らないけどね。何何何。え、言ってないんですか。私は知らないですよ。嘘。はい、知らないですよ。私一応言っときますよ。 ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。やけまんねん時に言われるかなって言って楽しみにしてましたけど。すいません、言うの忘れちゃった、ごめんなさい。一緒ね、すいません、申し訳ないです。まあ、今後期待ということで、はいはい、なのでね、今日今年最後のさとしさんの回ということで、はい、すいません、あの最後の方にはちょっとね、皆さん楽しんでもらえるものを用意しておりますから。あーちゃんね、今日実はテーマあーちゃんに決めてもらったんですよ。はい、はい、今日はあの、いつもね、水曜日はさとしさんに決めてもらってるんですけど、今日はこの、このテーマでいきます。はい、あの曲をあの方に送りたいとというテーマで、はい、送りたいというか、送りたいじゃなくて、例えば、そう、丸々さんが歌うあの曲を あの芸能人の方がカバーしたら、どうなんだろうっていう。あとは今までカバー曲っていっぱいあるけど、このカバーがすごく良かったとか、なんかそういうの聞きたいなって。そっちなんです。あーちゃんいるんすか。いるんすか。あーちゃんいないです。いないの。わかんない。いないの。え、わかんない。いないのかよ。ちょっと考えときます。あ、そうですか。なのでぜひ皆さん、ぜひね、まるまるさんが歌うあの曲をあの人にカバーしてほしいなだったら、ぜひ理由も踏まえて教えてください。はい、私はあの森進一さんの息子に、はい、森進一さんのおふくろさんを歌ってほしいですね。あー、なるほど。たかに、ワンオクロたかに、はいはい、たかに森進一、お父さんの歌を歌ってほしいです。絶対似てると思う。うわ、いいかも。あと宇多田ヒカルさんにお母さんの歌を歌っていただきたい。なるほど。似てるんですよ、声が。あ、そうなんですね。声が似てるんですよ、二人とも。はぁ、まあ歌わないでしょうけど。いや、でも歌ってほしいですね。歌わないと思うけどね。ということで、こういうのをいただきたいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。では時刻は7時29分を回ります。それではくしゃみが出そうなので失礼します。いってらっしゃい。おはよう前橋から。7時38分を回っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。まずはこちらからいきましょう。ザスパの選手後輩を激励。おはい、というテーマです。いよいよ31日に開幕するのが、うん、第99回全国高校サッカー選手権。タラタラタタラタタラタタあ、いいです ね、 ね、出てきましたね。うんうん、それに出場するのが
太さん。前々少々ですよ。前々少々。16年ぶりですよ。すごい。ね、しかもね、選手宣誓ですよ。はあ、おめでとうございます。ああ、すごいよ。今日は戦ったっていうやつですよね。今日は決勝で戦って。そうですよね。はい。が行われて、前橋商業の皆さんが、はい、まあ、戦いに行くということなんですけど、ザスポの選手 OB の方がいます。清水くんとかね。お、そうです。キーパーの清水くんとか。まさに。あれだけか。あと岩上選手。あ、岩上くんもそうだ。前所だ。そうだ。そうなんですね。そうなんです。意外といるんだよな。清水選手は今35歳。はい、ゴールキーパーですよ。なんですけど、はい、清水選手はあれか。あれ出たんだっけな、新選手。高校2年の時に全国会大会に出場してるみたいです、うん。その時から出てないのかな、じゃあ。あ、16年だから。そうなんですか。でもそうなるんじゃないんですか。ね。うん。はい。で、岩上選手は2008年卒業なんですけど、主将を務めた経験もあるという方で、うんうん、はい、お二人が、まあ、ベストを尽くしてほしいということで、毎週、うん、の生徒さんにね、何を送ったと思いますか。何送ったある贈り物をしました。何ラスク原田のですか。何送ったか。みんなで、ね、箱で渡してますね。箱で渡した。二人とも箱で。マスク。あ、違います。なんだろう。なんでしょうか。66人の部員に。あ、足みたいにふざけないよ。ちょっとどうぞどうぞ。ふざけてるけどなんだろうね。ラスクふざけてる。なんだろう。毎週、毎週そろばん。言ったそばから電卓持ってる商業生だから何ですか本当に。正解は疲労回復に効くサプリメント。はあ、サプリですか。サプリメント送るんですって。そっか、なんだ、一人に一人マッサージ師でも送ったのかと思った。僕があなたをマッサージします。ストロングマンとですね。足じゃん。もう全然足寄りですから、それは完全に。サプリメント66人分送ったということで、でも毎週の皆さんはこうスター選手じゃないですかからね、激励がすごく嬉しくて、サプリを伝えながら勝ち進みたいっていう可愛いコメントを残しています。頑張れ。はい、はい、毎週の生徒さんは31日午後0時5分から横浜市の、球技場で鹿児島県代表の高校と、神村学園なんだよこれさ。どうなんですか。去年も、ま、育英が負けてるんですよ、1回戦。そうだ、言ってましたよね。これ2年連続群馬勢と当たるっていうね。しかも違うチームで。だってくじ引きなんですよね。そうですよ。選手先生もくじ引きですよ。なあ、すごい引きですね。注目だ。ねえ、本当は選手呼びたかったんだけどね。ああ、確かに、うん。こういう状況ですからね。選手先生、本当前も言ったけどね、群馬をちょっと入れてほしいんですよ、私は。ね、どうなんですか、選手先生やるとき群馬入れるとこってあるんですか。結構だから、あの利根川のように流れるパスサッカーで赤城山の海原のようにとか、なんかこう、なんか海原ってね、赤城山のようにね、高いなんとかみたいなこと言ってほしいんですよ俺は。先生焼きまんじゅう我々の焼きまんじゅう選手っていうか、ちょっと先生焼きまんじゅう。それは焼きまんじゅうの試合に入れてください。十分に存分に入れてください。すいません。すいません。いや、本当頑張ってほしいね。ね、応援しています。リベンジだよ。そうですね。去年の育英の選手のリベンジも取ってくれ。ね。うん。育英高校の皆さんの分も、そして共栄学園の皆さんの分も。そうで、キリイチだって負けたんだぜ。そうですよね。キリイチも負けて、共栄も負けて、育英の分もすごい背負ってますよ。ねえ、公立高校で行ってほしいです。そうですよ。なかなかないよ。全国的に見ても。商業生はね、あの資格も大変な中。すごいですよ、これは。同じ商業調査です。計算で頑張ってください、計算して。確かに。ああ、頼むよ。はい、そしてこちら行きましょう。じゃじゃん。なんと、あの和菓子中又商店街の中にもありますね、が新しいお店をオープンするそうです。場所、前橋南店パワーモールです。おこちらに12月26日土曜日に何を仲間をやるの。はい、仲間オープンするそうです。どこにだろう。え、パワーモール前橋南店。そのほら。え、そのあたりじゃないですか。タインズホームの辺とかさ。ああ、そっか。双葉の横とかさ。そっか、そっか。どこなんでしょうね。どこだろう。ドッグランのとことか。でもそこでしょ。そので結構広いですよ。今ほら、あそこイケアがね、できる敷地がずっとのまま放置されてるじゃないですか。はいはい、もうちょっとこう、なんかあの辺じゃなくて離れてるから、あ、中の辺なのかなとかさ。
中野辺なのかな。ごめんなさい、私がそこ全然調べられなくて、ね、いやいやいいんですよ、まあ、行けばわかるから。でも一応ちょっとこの写真はあるんですけど、これでわかるかな、私とわかる、ちょっとわかるかも。あっちだ。あ、どっちだ。ドッグランの方だ多分。俺がよく行ってるドッグランのですね。タルトちゃん連れて、タルトちゃん連れてる方ですね。多分そっちなのかと思いますよ。ちょっと外れです。はぁ、カインズホームのだと思うな多分。あ、そうなんですね、うん、あら、なんて言ったらいいんだろうね。そっか、お店の形もね、縦長、横長か、ね、ね、おしゃれな感じで、ね、まあ、でもまだこれから作るんでしょこれ、ね、立ってんの、もう立ってないの。いや、もう立ってます。あら、あの12月26日今週末オープンなんで、もうすぐじゃねえか、はい、土曜日だ。そうなんですよ。まあ、また並ぶんでしょうね。そうです ね、またね、商店街の方もオンラインストアの方ももう本当に連日ね完売になるほどですから。俺は取ってくんないかな。結構うまいよ。どうするの田中よ。はもういいかな。じゃああーちゃんやる。あーちゃんが経営してやったね、誰かやりませんかって言ったら相当来るんじゃないですか。いや、来ません来ません。俺もう本当ちょっとそろそろいいかな。焦がしちゃうかもしれない。いいよ別に、あーちゃんなら食うよみんな。全然大丈夫ですって。ストッチョさんしかなんか当たりがないんですけど、今絶対名前出てくる。ストッチョがやるんじゃないか、やってくれ。確かにやりそう。頼む頼む、後継者を、うん、お願いします。募集中ですか、はい、はい、というわけで仲間とオープンというお知らせでした。はい、以上今日の群馬の話題のコーナーでした、はい、ありがとうございました。7時45分を待っています。おはようめばしからお送りしております。ほいほいほい。さあこの時間はおはようすみやさんのコーナー。先輩、はい、すみやさん今日も元気ですか。すみや先輩。はい、このコーナーはですね、前回の振り返りコーナーとなっています。なんだっけ、昨日は YouTube。 すみやさんは YouTube やる方じゃないですかね。すみやさん、今日のすみ散歩、いいいいいい、ね、今日は公園で斜め懸垂を20回やりました。リアル。スミヤさんって何歳でしたっけ。60。小梅ちゃんちょっと上ぐらい。70ちょっと。70ちょっと、はい、そしたらスミヤさんって入れないで70、例えば2歳のなんとかみたいな、歩く毎日のロック待ちみたいな、どうどう、スミヤさんやる、やる、いいいい、やるか、教える、誰か教えてもらえばいいじゃん。70何歳の朝食とか見てみたいです。もう豪華すぎちゃって真似できないよこんなの。すみやさんち本当超豪華だから。ですよね、見せてもらった。すみやさんの朝食は半端ないよ。本当ですよね、半端じゃないですよ。すごい。じゃあすみやさん YouTube 行きますよ。はい。関あっしさん、磯日あやかさんのチャンネル登録しましたよって、ありがとうございます。うわ、嬉しい。嬉しいじゃないのよ。 YouTube 見出すと次から次へと止まらなくなるので、 あまり見ないようにしています、うん、ラジオから入ってくる曲を探していると YouTube にたどり着くんです。はいはいはい、そうね。今はウル、ウルウル、ウルさん、藤井風って書いてなんて読むんですか。藤井風さんですよ。藤井風さん、藤井さんですよ。須田まさきさんなどがメドレーで流れます。私全然ついていけない、すごい。わかりますよ。うん、風さんですよ。風さん、風さんですよ。え、などういう歌歌ってるんだろう。なな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 なって歌ですよ。何その歌。あとで聞かせますよ。わかりました。聞けますよ俺。歌いますよ。超難しいけど。はぁ、すみやさん若い。若いですね。もっとなんか全然違うの来ると思った俺。すみやさん全然、ね、なんだびっくりしちゃった。もっとなんか昔の曲聴くのかと思った。超今時です。ねえ、ですよね。すみやさん、びっくりしちゃった。あのチャンネル登録もありがとうございます。すみやさん、これ歩きながら歌ってんのこれ。あの須田将暉さんとか、あの懸垂しながら、すごい若っ。ウルと歌ってんの、若い。すげー。でもウルさんの歌いいですよね。すごい。あのさ、 YouTube ってさ、はい、一つ見るとそれに関係したのがドバッと出てくるんじゃ。今何でもそうだけど、あれね、良くないと思うんですよ。なんでですか。同じようなものしか見ないじゃないですか。ああ、確かに、そっか、考えてね。ラジオのいいところっていうのは全然自分の聞かないもの、うん、ような音楽が流れてきて、あ、何これ何これっていうのがラジオのいいところなんですよ。はいはいはい。これ YouTube ってその似てるようなものがどんどん出てくるので、確かに、そういう偏っちゃうんだよね。ああ、言われてみれば。うん。
それがあんまり良くないと思うんですよね。はあ、とかそういう見方もあるのか。だってほら、新しいのを覚える時ってラジオってさ、全然自分の好きではない曲が流れたり、はい、流れますね。でイヤホンしてると取り、ちょっと一時取れないじゃない、気合でも。でも聞いてるとあれいいじゃんって、うん、なったりするんですよ。で、スミヤさんみたいに調べるっていうね。そうですよ、スミヤさんが藤井風ですよ。菅田将暉ですよ。いや、びっくりした。すごいお若い。すげえ、すみやさん。ねえ。すみやさんなんかね、なんかもっと昔の、ごめんなさい、昔の曲聞いてんのかなと思って。いや、すみやさんの発見が止まらないですね。おー、ねえ、若い。またいろいろ教えてください。カラオケ歌おう、一緒に。おー、以上、おはようすみやさんのコーナーでした。すみやさん、ありがとうございました。はい、時刻は7時49分30秒回りました。はいはい、今年の焼きっと聞いてみそうでございます。うん、はい、いや、まさかすみやさんがはいこんな若い歌を歌っでもこれ負けちゃダメだよ、リスナーの方みんなね。そうですね、そうだよ、昔の曲書いてる場合じゃないよ。普通に今日はあの、ストシさんがギターを持ってきてくださって、この前実はね、うん、あの月曜日に焼きマンデーの時に、はい、あの実はあの CM 撮ったんですよ、ね、お正月の年賀 CM、 はい、めっちゃふざけてますけど皆さんのお正月で聞いてください。いい味出てます。スーパーパクってますけど、いろいろ。あ、そうなんですね、楽しみ。スーパーパクって歌ってるっていうね。すいません、本当に。それでスタジオにギターがあったんですね。そうなんです。なのでこっちのね、ニスタにあったので実際に持ってきてくださってて、そうなんですよ。なんで今日はさとしさんにこれ弾いてほしいとかあったら、うん、それ OK ですか。最後おばちゃん歌いますから。最後おばちゃんがね、何歌うかな。いや、でも待ってください、私歌えないですよ。歌えるよ、歌えるよ。リクエスト全部歌ってやれじゃあ。今日のリクエスト全部歌ってやる。無理無理、だって分かんない曲ばっかなんだもん。すごい難しいの来てますよね。そう、うん、で今日のテーマが、うん、あの曲をあの方にっていうテーマで、もともとある曲があるじゃないですか。例えば、ね、吉永小百合さんが歌うなんとかを、古い、いや今皆さんに合わせたんです、分かんないけど、もうあの方が歌ったらどうなるんだろうみたいな。別にそれは誰でもいいですよ。難しい。普通に歌手の方でもいいですし、うん、お笑い芸人さんでもいいですし、うん、あーちゃんに歌ってほしい天城越えとかでもいいですか。じゃあ、あー天城越えね、天城とか言ってでもいいんですか。拳入れて、拳入れて、OK です。おっと、はい、歌えるか分かんないけど、はい、まあ、そういった形で、あともともとカバーされてる曲もあるので、うん、これいいよっていうおすすめがあったら教えてください。今ほらクリスマスシーズンなんで、はい、今も山下達郎さんの、ね、クリスマスイブなんてめちゃくちゃカバーされてますから。もういろんな人だってるよ。MWAVE にいっぱい入ってますもんね。そうだよね、あれだって相当前の曲ですよ。何年ぐらい前ですか。いや、もう多分80何年だと思う。そんな前、うん、最初に発売された時は80何年だったと思いますよ。はぁ、達郎さんはね、すごいね、ま、あのマイナーコードなんですよ。あのね、マイナーコード、メジャーコードじゃなくてこれ、うん、こういいね、マイナー、こうマイナーコードなんですよ。まあ、昔、こんな感じなんですけど、このコードがマイナーすぎちゃって、売れねえだろうって思ったらしい。あ、そうなんですね。こんなマイナーな曲は売れないなって思ったけど、うんうんうん、売れちゃったね。今音消してくれましたね。なんで、ごめんね、マー君、ありがとう。マー君もこっち来て歌おう、一緒に。バンヘイレン、バンヘイレン。好きだからね。歌おうぜ。いいよ、弾くぜ、小野正俊。じゃあこうね、最後ね、うん、こうラチに何か歌っていただきたいなと。そうですね、でも、うん、全然の里さんに弾いてほしいのがあれば、この方何でも弾けちゃうので。私ね、あのムーちゃんバンドで弾きすぎちゃって、ただもうね、5000曲ぐらい弾いてます。すごーい。今もさっきのあーちゃんね、ポッて言って弾いてきましたけど、うん、まあ何でも適当に弾きます。クリスマスイブイブなのでね、ぜひなんか音楽で皆さんの朝を、そうね、送り出していきたいなと思います。そうだね、うん、なんかじゃあリクエストください。お願いします、待っております。はい、それでは時刻は7時52分を回っています。いってらっしゃい。おはから今日のスポーツニュース。さてさて、スポーツニュースでございますけど、まあまず最初に言うのはもうサンダーズですね。いや、もう本当にすごい。大丈夫か、そこのチームは。いや、もう本当に。え、20連勝いや、もう本当に。いや、本当になんかもう泣きましょうかって。すごいよね。いや、すごいですよ。結
構サンダーズの話するときに里井さんの名前使わせていただいてるんですけど、なんで、スポーツすごい詳しいじゃないですか、いろいろ見てるけど、うん、20連勝っていう言葉とかって、いやないね、でって言ってましたよね。なかなか見たことないですね。まあプロ野球とかだとね、本当にもう、はいはい、その球団で連勝記録っていうのがあるんだけど、はい、20とかそうないんじゃねえかな。いやそうですよね、なかなかないですよね。いやー、私も上毛カルタ20連勝しろって言ったら無理だもん。上毛カルタ、自分の中でやっぱ一番自信があるのが上毛カルタなんですよ。すいません、すぐそれしか出てこなくて、それしか特技がなくて。ちょっとあーちゃん、はい、争奪上毛カルタ大会やりましょうよ。で最後の勝った人だけあーちゃんと戦えるみたいな、赤木さんの3人とできるみたいな、これお金取れるんじゃないですか。みやこさんどうですか。いや本当でもケンちゃんがでも言ってたけど、うん、なんか最初負けてるんだってね、結構。そうなんですよ。第一第二クォーター意外と接戦だったり負けてたりして、はい、最後に逆転するからちょっと危なっかしいみたいなこと言ってたんだけど、それがたまらないんですよ、ね。そうなの。実は。そう。ね。ケンちゃんはもうもはやもうすごいその道の人じゃないですか。その道ではないと思うけど。でも私とかはもう。俺もそう思う。ですよね。うん、よくさサッカーでも選手点入れられると厳しいみたいなこと言う。逆に選手点入れられてそっから逆転して勝ってるとこっちはなんかね。逆にこう嬉しくなっちゃうというか、嬉しいし、ね、飛び上がって会場とかで応援しちゃうし、これね、だから本当見てる人たまったもんじゃないですかね、面白くてね、選手の皆さんすごく頑張ってるんですよ。その20連勝の中には何、同点でねタイになって延長で勝ってる試合も2試合ぐらいあるから、はい、ありますね。そういうのを見せられちゃうとね、これは楽しいですよね。楽しいですね。そういう時にこうマイケル・パーカー選手とかがダンクとか決めてくれると、うわこれがプロのスポーツーって。いやもうこれはもう来年は行くでしょ、来季は行きますよね。行くでしょ。なんか B2 じゃないですか今、うん、それが B1 に変わるってことじゃないですか、うんうん、なんて言ったらいいんだろうな、やっぱどういういろいろすごい変わってきますよね。だからもう J2 から J1 に行くみたいな。そうね、もう全然違いますね。もうお客さんの入りも違うし、アウェイの、まあ、サポーターブースターもいっぱい来るし、はいはいはい、もちろん選手も代表クラスの人がいっぱい来るし、そうか、そうだよ、アウェイのところもみんな来るのか、来るよ、来る来る。そしたら群馬がより賑わうし、そうだね。わあちゃん、そこはちょっと特殊としてちょっと嬉しすぎる。あーちゃん、あれあーちゃんサンダーと関係ないですか。ちょっとだけね、何年か前にお世話になったことがありまして、あれでちょっとハーフタイムでちょっとね、でも今ダメなんですって。そうなんだよね、コロナで。いや、もうコロナがなくなった時に、そうです ね、あーちゃんを持って選手がこう後ろカゴにポンって乗っちゃって、あーちゃんカゴの上乗っちゃった、カゴじゃねえ、ゴルフに乗っちゃった、どうしようみたいな。誰がさ、マイケル・パーカーがあーちゃんも拾いにっつってガーンってダンクしてる、あーちゃんが持ってブーイングの嵐ですよ。帰れ帰れって言われちゃいますよ。やだそんな人生。超可愛いと思うけどね。やだよ、あーちゃんがゴルフに乗っかってますみたいな。でもここ座ってるみたいな。普通にさせてください。ダメですか、あーちゃん普通に言っちゃいいんです、はい、でもすごいですね、今度は今週末はアウェイ戦、今年最後ので、でも2日からやるんだよね、はい、2021シーズンの前橋シーズンというか2021年も前橋で開催されるということで、はい、はい、大和市民体育館です、どうなんですかね、この感じでお客さん入れるのかな。はい、ね、普通に入ってました、ね、うん、皆さん気をつけてね、自分手洗いうがい、はい、して応援行ってください、はい、お願いします。そして、さっきあっちに言ってくれましたけども、うん、来週の水曜日から、サッカー、高校サッカー始まります。そうですね。あともうこの年末の冬というと高校サッカー、高校バスケ、高校ラグビー、高校生の大会がたくさん行われるんですけど、はいはいはい、まあね、こんなご時世なんで選手の兄弟とかしかね、選手の家族しか行けないみたいな感じになってますけども、まあ、ただ群馬県代表、本当に前橋商業、先を言いましたけど、まあ、しょ、はい、お願いだから PK でもいいから勝ってくれ、勝ってほしい。毎週得意だから PK。 あ、そうなんですね。だから PK でずっと勝ってるから。ああ、そうですよ。へえ。PK まで持ち込めば、うん、PK 職人のキーパーがいますから。おお、職人がいるんですね。出てきますから、どうも PK 職人ですっつって、あたすが PK 職人でございますっつって出てくるからさ。出てこないよ。ぜひ本当にね、もう去年のリベンジ、育英の分も、共栄の分も、はい、規律の分も、はい、背負ってますので頑張っていただきたい、頑張っていただきたいと思います。はい、こんなもんでいいかな。で、あーちゃんもう流してたんね、はい、そうなんですよ、聞いてくださいよ。びっくりですよ、ね、集大成の大きなイベントが控えてたら、その2日前
前に連絡が来て、延期になりましたみたいな、今年はこれで終わりですって言われて、うわーと思って。わかりますよ、すごくわかるんですよ。しょうがないけどね。しょうがないの分かってるんですけど、え、こんなあっけないっていう。確かに。なんかいろんなフェスとかもね、全部中止になっちゃって ねえ、仕方がないんですけど、リモートにしたりとか、うん、ね、他のなんか倖田來未さんかなんかもうリモートも中止って言ってましたもん。あー、そっか、やっぱ人が集まっちゃうの、ほらスタッフとかも集まらなきゃいけないから、はいはいはい、もう中止だったり、まあね、仕方ないですよね。ねえ、ちょっとね、ここに来て第2波第3波結構来てますからね。でもこれがいつまで続くのかわからないから不安で不安で。確かにね、なんかこういう職業なので、ね、そうだね。でもね、私以上に本当に辛い思いされてるからたくさんいるから、いやもう本当に飲食もそうだし、これはどうしようもできないですから ね世界中ですからね。本当ですよね。でも風の時代になったらしいので、昨日から風ですか。はい、地の時代から風の時代になったそうなので。言ったね、なんかね。はい、はい、なんか風は何があるの。風は何があるか、どう変わるかってことですか。なんか個性とか自由とか、そういうものを、今までは例えば安定した職業でそこにずっと働くっていうんだけど、今は副業したりとか。それがね、風の時代なの。風の時代になったりとか。まさに群馬じゃないですかね、風の時代。おお、そっか、からっ風だ。赤城おろしの街ですよ。うん、ねえ、本当だ。なんか絡めていけばいいじゃんね。確かに。あ、いいこと聞きました。前橋風の街って。おー、いいこと聞きました。風やだやだって言ってないよね、うん、風の街って言っちゃえばいいんだよね。あ、確かにね。全員が頭の上にこうなんかあの風車がこう発電してますみたいな帽子とか食っちゃえばいいんだよ。遠慮しときます、遠慮しときます。前橋発電タケコプターみたいにさ、頭にこうぐるぐるは風ね、どう。はいと遠慮しときます。私は僕は充電できますよって。携帯充電いつもしますよ。もう明日さんでやってください。すいません。はい、以上今日のお別れスポーツニュースでした。何それ。時刻は8時21分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とシャトシです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、今日のメールのテーマはこちらです。はい、なんだっけ、なんだっけ、あの人にあの曲を、あ、そうだそうだそうだというテーマで、もともとこう例えば中島みゆきさんが歌う地上の星を、今だってさ、本人が歌ってないカバーの曲が売れちゃったりとかするじゃない。そうですね。で、これあれ違うの、この人じゃないのっていう曲も、まあ洋楽なんかいっぱいあるんだけど、うんうんうん、そうそうそう、そういうのが欲しいですね。うん、あ、そう、なんかそういう、そういうのが欲しい。なんかなんてメール、あ、メールね。はい、この方が歌ったらどうなるんだろう。アクリなんてカバーしてないの。いや、めちゃくちゃしてます。カバーいっぱいしてますよ。例えばそういう企業さんのイベントとかに出るとき、若木団のファンの方をメインじゃなく、初めて出会う人が多いときは基本的に入れる曲があって、それがヤングマンなんですよ。うーっすか。ヤングマン、うーですね。これ僕はよくね、ライブでふざけてそうなんです、やるんですか。よく秀樹の歌はずっとうーで終わるっていう。今度やってみようかな。歌わずにずっとウーとハウスバーモントカレーで終わるっていうのが大体いつものパターン。パターンなんですね。それお決まりのがあるんですね。曲は聞いてるんだけど、ずっとウーで終わるっていう。ずっこけますね、みんなね。いやいや、まあそれが一番ウケるかなと。じゃあまともに歌ってもつまんないじゃんって。そっか、じゃあ今度そうやろっかな、あーちゃんも。もっともっと、そんな可愛くない、悲劇。そんな悲劇感激って終わるんです、最後は。そうですね、はい、ラジオネームエイトババちゃんからです。ババちゃん、イグジットのお二人が、イグジット、イグジットね、お笑い芸人の第7世代のね、こうチャラいっていうのがイメージの、はいはい、あの二人が YouTube チャンネルでカバーしていた椎名林檎さんの丸の内サディスティックがめちゃめちゃ好きなんです、うん、あの歌好きなの、わかんない、あ、でも結構歌ってますよね。歌うまいの。そうだ、うん、もともと好きな曲なんですけど、男性が歌うとまた違った良さがあります。お、弾いてくれてる。そう、これこれ、こうやつですね。うわ、すごい、こうやつだね。何でも弾ける。え、知ってるよこれね、すごくおしゃれなコードって言われてて、はいはい、これいろんな、これいろんなコード、うん、この4つのコードなんだけど、これ、うん、ミーシャの恋人と呼び合えるねねねねねね、これ同じコードなんですよ。あ、そうなん
ですね。チャチャララチャチャラナンチャララナって、もうこれもないコードなんです。これめちゃくちゃおしゃれなコードなんですよ。あ、そうなんですね。弾くのってどうなんですか、それ難しい曲。いや、そうでもないです。4つさえ押さえれば。ほら。すごい。コードにおしゃれなコードなんてあるんですね。あ、ある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 。ありますよ。はい、すごいわ、はい、なんかいい調子だな今日。いい調子だな今日。楽しい楽しい。いい調子だな。いい調子ですな。ラジオネームいきましょう。深谷から来ましたさんから。あの曲をあの方にということでカバー曲をおすすめします。はい、パンクバンドが来ましたけど。大きさ。パンクバンドのカリスマ、セックスピストルズのアナーキーインザ UK という代表曲があります。ですね、すごーい。これですね。なぜかアコースティックでエレキの音を出すっていう。めちゃめちゃすごい、なんかこれを世代ヘビーメタルバンドメガデスや、あ、メガデス、モトリークルーが、モトリークルー、モトリークルーね、モトリークルー、わーちゃん全然わかんないよ。なんか一番みたいな感じで、クルーがカバーをしています。ヘビーメタルバージョンになっていてすごくかっこいいです。もう血が騒ぎます。ロックバンドのライブに行きたいです。あ、そうね、もう行けなくなっちゃったからね。このもうみんな死んじゃってるし。あ、そうなんですね。お亡くなりになられてる方々。はあ、そうか、パンクバンドの方まで行けちゃうんですね。トシさんすごいな。続いてラジオネーム、じゃあ金魚さんにしよう。石川ひとみさんが歌った待ち伏せ、澄んだ綺麗な歌声で歌われたこの曲は大ヒットしていて私も大好きでした。私にとっては初めて聴く曲でしたが、三木聖子さんという方が歌ったのが原曲ということで、この時初めてカバー曲というものの存在を知ったそうです。あとは松任谷由実さんが作詞作曲した曲で、本人がセルフカバーしたり数多くの人が歌っていますよね。とでも私は石川ひとみさんの歌う待ち伏せがおすすめなんです。また子供の頃大人気だったアイドルグループフィンガーファイブの学園天国、大ヒットしたこの原曲をカバーしたのが小泉今日子さん。へえ。夕暮れの街角覗いた喫茶店、微笑み見つけ、こんな感じね。はあ、すごい。あのよってやつね。はあ、石川ひとみさんの待ち伏せ。これ完全にストーカーの歌ですけどね。え、そうなんですか。怖いですよ。金宮さんのイメージが変わっちゃった、どうしよう。大丈夫ですか、ストーカーしてないですか。あとフィンガーファイブの学園天国ね。Are you ready ってやつですね。イエーイ。そう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 、ね、これはやんないのあちゃん。あ、やりました。これやるよ多分、ね、お祭りで。これは結構、うん、ノリがいいと思います。やります。イエーイ、うん、イエーイって。そう、イエーイイエーイって、やったやった、はい、続いてラジオネーム小さい子大好きたっちゃんさんからです。さとしさん、アンパンマン弾いてほしいです。そうだ、恐れないでみんなのために、愛と勇気だけが友達さん。ありがとうございます。 すごい、どこまでもいけるんですね、分野が。ラジオネームアレリハレリアさん、ありがとうございます。おはからー、ま、す。年末になるとあと何日かで今年も終わるけどと口ずさんじゃう、はいはい、ユニコーンの冬が降る街をさとしさんに弾き語りで歌って、間違った、雪が降る街、ね、雪が降る街をさとしさんに弾き語りで歌ってほしいということなので。これさ、本当この時期すげえ流れるじゃないですか。ああ、そっか。え、知ってるわ。じゃあちょっと聞いてみたいのでお願いします。ちょっと待って、聞けばわかると思います。これね、確かね、これね結構、ま、うるせえなこれ曲、うん、うるさくない？全然平気です。なんか年末になるとちょっと出してないんですよ。待って、これね、これね、めんどくせえんだよ。これ、これ、そうなんですね。喋、うん、ってたじゃん。わかりました。じゃあ、なんか赤城山大噴火さんが私に山下達郎さんのクリスマスイブを歌ってほしいな。はい、ください。まさにこの時期に日本で必ず流れる名曲だし、ぜひ YouTube で配信してねということで逃れることができました。ありがとうございます。歌ってください。いや、YouTube と言っているのでね。え？今日ここで歌わなくて済んだということになります。ありがとうございます。何それ？歌えます。歌えません。あとはハワイのママちゃんが、ママは聖子ちゃんの瑠璃色の地球をお嬢様に歌ってほしい。
ご一緒でも嬉しいわ、ママよりと。これ私よくムーちゃんバンドでふざけてやるやつですね。ルリ色の地球の最後の歌詞が終わらないっていう、ルリ色の地球で終わるんだけど、うん、これ永遠にやるって、ルリ色の地球ルリ色のってこれずっと20回ぐらいです。サトシさんは何屋さんなんですか。焼き饅頭ですけど。これを永遠に、めちゃくちゃ面白い、はい、さあというわけでお時間が来ましたので、ユニコーンのやつはぜひ次の時間歌ってください。いいよ、歌しゃべって。はい、というわけでこの曲に乗せながら時刻は8時に30分を回ろうとしています。また40分台にお会いしましょう。歩いてて用もないのに、こんな感じですね。いいじゃないですか。回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と河川じいちゃんですよ。今日は水曜日だよ。じじい聞いてるか。河川ちゃん聞いてますか。さとしでございます。さとしさんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、紅白歌合戦の出演者の方はもう決まっていましたけど、うん、曲目が昨日発表されてましたね、うん、やっぱり今注目の鬼滅の刃のリサさんはスペシャルメドレーやるみたいですね。あ、やっぱり、うーん、もうお客さんは入れないんでしょ。だってはい、今年は放送が始まって以来初めての無観客、ね、これじゃあなんだっけ、鳥をこう調査する人は出ないってことか。野鳥の会出ません、ね、出ません。大丈夫です。エア野鳥の会じゃないですか。大丈夫だそうです。大丈夫だそうです。あと嵐さんは紅白2020のスペシャル、最後じゃん、はい、メドレーを、ねえ、嵐最後だやったりとか、あとはあれだ、三山ひろしさんとかはけん玉いつもやるじゃないですか。あの方やるみたいです。出ました。今年もはいはいはい、やってギネス記録に挑戦するとかね。知らないのいっぱいあるもんな今回。やっぱりね、全然わかんない、もうわかんない、うん、本当にメドレー多いね、やっぱね。メドレー多いですね。メドレー多いね。うん。あ、郷ひろみさんも出るんですね。出ますね。鈴木雅之さん。うん、夢でもし会えたら。ああ。そうですね。あ、ゆずね。ゆずはね。ゆずね。あと、グリーンさんが。グリーン、ああ、なんかね。別枠で出るんですよ。あれちょっとね、見たんですけど、歌弾いて、MV 見たんですけど、ミュージック見て、ちょっと涙出てきた。ちょっとね、なんかね、福島県のね、そう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 、今回そういったテーマでも歌うみたいで、うん、初出場の方とかだと私一番やっぱ気になるのがやっぱ20ですかね。20ね、はい、すごいな、うん、あとベビメタさん、ベビメタルね、超うまいよ、後ろの人、後ろの人、ギターの人、ギターの人ってめちゃくちゃうまいですよこれね。女の子3人でね、後ろこれよく掛け合わせたの、まあ、すごいな、海外で絶大な人気ですからね。すごいよね、いじめダメ絶対紅白で歌うんだっていうのがね、すごいね。ねえ、ミーシャさんが出るね。あ、ミーシャさん背骨骨折ってね、ねえ、馬に乗って大丈夫ですか ね今リハビリに取り組んでるって言って、ま、でも間に合いそうですか。で今あまりにも休みすぎちゃって、うん、お肌プルプルだって言ってました。うわ、あまりにもいいもの取りすぎちゃって、そっか、ミーシャお肌プルプルだそうです。じゃあいい状態で出るなんて、42歳ですよもう。あ、そうなんですね、見えない、ね、愛の形を歌うそうです。ねあ、松田聖子さん、瑠璃色の地球出た、2020バージョンで止まらない瑠璃色の地球ですよね。え、さっき言ってたやつ、瑠璃色の地球止まらないよこれ。最大出演はやっぱ五木ひろしさんかな。どこにいいいいいいってね、五木さんね、50回目ということで、すげえな、すごいですね。はい、さあというわけで今日はね、いろいろとさとしさんにね、ギター弾いていただいておりますけど、はい、今日のテーマが「あの曲をあの人に」というテーマで、もともとあるこの楽曲をこの人が歌ってほしいというね、はい、いうのを皆さんからいただいております、はい、ではラジオネーム、ダイナマイト白鳥女さんからいただいております。ついにダイナマイトがついたね。ついについにね、ダイナマイトが、うん、お白鳥、お白鳥、やっぱりやっぱりチョコレートプラネットの永田さんが歌う8の香水かしらね。
昨日のメールテーマにかぶってしまったけど、 YouTube を何度も見たけどなかなか声も似てるの。チョコプラの方ね。そう、うん、おまけに相方の松尾さんが一個に扮して踊る姿もなかなか笑えるのよ。今日は下ネタじゃなかったわ、幻。ダイナマイト白鳥奈さんからいただきました。エイトさんの香水、あ、さっき弾いてましたよね。いきなりあ、いきなりさ、夜中にいきなりさ、何だ何だ、にゃ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 、猫だよ、猫でできちゃってる。はい、エイトさんは初出場紅白出ましたね。これね、 TikTok から出るなんてすごいねえ、びっくりですよね。びっくりだわ、すごい。ドルチアのガッパーナーなんつってね。ルルちゃん喜んでますよ。あ、ルルちゃんじゃない、白鳥のさん喜んでますよ。続いてラジオネーム誰にしよっかな。トゥーパップスさんにしましょう。トゥーパップスさん、はい、元気な声で、さあ気になるお値段はとラジオ CM をしてるのは、さあ気になるお値段はって、ね、鳥むつこさんに、よく聞いてるよ。笠木静子さんの買い物無事、買い物買い物武器を。さすがだな、この年代がもうすげえな。なんかその鶏の卵を研究してみたいな、お母さんからありがとうと言われた親孝行な研究の子さんに、森進一さんのお袋さんと水前寺清子さんのありがとうメドレーで、お袋さん、ね、子さんっぽくね。森進一と真逆です、声がね。本当ですよ、声真逆。最後に鳥睦子さんと研究員のコンさんのデュエットで片岡鶴太郎さんのピヨコ隊をカバーしてほしい。バカじゃないの本当に。続いてラジオネーム太っちょ塾講師さんからです。皆様おはからです。おはから、うん、ね、便座が割れちゃって、なんかそれを変えちゃったらしいね。あ、ついに便座交換したんですか。交換したらしいですよ。太っちょさんは去年からずっと便座が割れてしまってって言ってたんですよね、うん、エアーでしてたんですよね。だから浮かせて、そう、空気素でしてたって。うわ、やだそんなの、踏ん張れねついに彼は変えたんですか。なんか大家さんに言って変えてもらったみたいです。あ、大家さんに、うん、もっと早く言えばよかったのに。わかんないよね、ほんとね。さあ、そんな太っちょさんからです。ファンキーモンキーベイビーズのもう君がいないという曲をアンタッチャブルの柴田さんに歌ってほしいです。理由はご想像にお任せしますということで。わかります。あ、俺わかんない、知らない。本当の理由っていうのがあって、元ファンキーモンキーベイビーズのリーダーで、歌手のファンキー加藤さんが、アンタッチャブルの、柴田さんの元嫁ね。あー、そういうことか、まあ、不倫をされていたということで。ちなみにもう君がいないの歌い出しは一層のことを忘れたいですという。バカね、こういう曲歌詞書くのバカね、本当に。太っちょは何、忘れられない人がいるの誰か。いや、太っちょさんなんかいっぱいそうですよね。いっぱいいるんだ、忘れられない女が。でもだから結婚できないかなって最近思ってきた。あら、そう、はっきり言われちゃってますね。だから太っちょさんが、はい、私はなぜ結婚できないんだろうって思った時に、うんうん、だって本当に多分結婚できる要素たくさん持ってるんですよ、はい、ね、はい、とてもいい方だし、だけど過去の女性のことを引きずってるんじゃないかな。ああ、そういうとこなんですね。すごいハイスペックな人と一回付き合ったことがあって。ハイスペックの人、そう、はいはいはい、それを超えられないんじゃないかな。あ、情けないですね。情けない男ですね、本当に。それをいつまでも。よくねえな。だからいっぱい曲知ってると思いますよ、恋愛曲。よくねえな。ラジオネーム富岡のアリオンさんからです。あの曲をあの方に。実は2002年に、何これ、ちょっとこれお願いしてもいいですか。え、なんか変なの。英語が来てるから、あーちゃん合ってるか分かんないです。老眼で見えない。老眼。何これ、ザ、 あれか福山さんのか、はい、大沢、あ、そして僕が途方に暮れるとか、ザ・ゴールデン、なんてこれ、オールディーズ、あれだ、あれだ、分かった。耳慣れない服を着た、君が今出て行った、だね。ほう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 、そう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 、この曲大沢良幸さんね、をカバーしてるんだ、うんうん、大沢良幸さんが歌ってて、はい、そう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 、懐かしいね。他にもファイト、あれでしょ、あの戦う君の戦を、
なな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 、ファイト、ね、はいはいはい、あの曲が糸っていう映画があったので、その中でいっぱい出てきた。手の糸はあなた、そんな感じですね。本当に私は歌を歌ってきたのでしょうかという、本当に質問ですよね。ラジオネーム、はい、酒太郎さんからです。さとしさんへ、サザンの女呼んでブギー、女呼んで抱いてもんでいい気持ちですね。あほか、奥村千代さんの恋の奴隷。あなたに会ったその日から、やめろ恋の奴隷やめろ。こせちゃんへ、エイトマンのテーマ曲、光る海、光る大空、光る大地。光る頭ね、はい、足首へ、井上陽水の氷の世界。暗い。磯日庵の豊かくん、加藤登紀子さんの一人寝の子守唄。うまいな。中島みゆきさんの一人上手。うまいな。道に倒れて誰かの名をですか。もう私たち死ぬんで。見続けたことがありますかですね。悲しいな、悲しい。ちなみにさけちゃんは小原翔介さんの歌が好きだそうです。誰だよ小原翔介さんね。なんで古いな、もう住谷さん見習いなさい、ちょっと。本当ですよ、この中で住谷さんが一番若かった。一番若い曲出してるよね、びっくり。確かに一番若かった。すごいな、皆さんでも ね、 本当 ね、 ね、年末、明日から、明日はクリスマスですけど、あーちゃん、はい、イブですけど、うん、なんか豊かとクリスマスソングって言うんですか。あ、そう、豊さんとクリスマスソングというかクリスマスパーティーするみたいです。お、パーティー。そう、豊さん張り切ってて、おぼっち同士楽しもうぜ。気持ち悪い。豊か何すんの。もちろんでしょ、あのトナカイの格好してくるんでしょ、豊ね、してくるのかな、楽しみ。でも明日はなんかこう和気あいあいとなんかやろうぜって言われました。二人とリスナーのみんなでやろうぜって、なんかケーキって食べる。いやちょっと、じゃあ豊かな顔にケーキでおぶつけちゃえばいいんじゃない。確かに面白そうだね。面白そう。穴とかバシッて、うん、1年間、うん、ね、この野郎っつって、うん、いじめやがってっつって、うん、やってみよう、ね、そうしよう、決まり。ああメールはもうないですね。はい、あ、まだまだあるんですけど、皆さんありがとうございました。それ大好きたっちゃんさんからもね、パプリカね、今年紅白歌合戦にも出るからねといただいております。どんなパプリカ。あ、じゃあ、あ、はい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 、曲がりね、はい、ワン、ツー、サン、はい、曲がりくねり、大丈夫、はしゃいで、さあ、歌って、青葉の森で駆け回る、遊び回り、東の街、誰から呼んでいる、街が、こっち向くよ。こっち向きなさい。あなたに会いたい、見つけたのが一番星、明日は晴れるか。サトさん、また花が咲いたら、晴れた空に種をまこう、メリークリスマス。